こんにちは。なんとですね、20代の男性の7割が恋人なしということですけども、いや、これってのはね、危機的な状況なんですかね。珍しいんでしょうか。ちょっとね、時代を広くとって考えてみましょう。私がいつも比較するのは、昭和16年から20年までの4年間、5年間ぐらいの間と、それから、現代のね、令和4年前後ですか、この辺を捉えてみるんですけども、確かね、昭和16年から20年の間って今から80年前ですけども、男女の間で相引きをするっていうんですかね、デートをするっていうか、これはね、基本的には節だらなことって言われてたんですよ。それこそね、嫁入り前の娘がとかね、嫁入り前の娘をみたいな感じで恫喝されていた部分が多いです。駐在さんとか憲兵さんに見つかると完全にしょっぴかれる案件だったんですよね。ということでね、当時は、男女の間でまさに恋人なしが当たり前だったわけなんですよ。恋人なしが当たり前ですよ。じゃあどうやってね、結婚したんだってことですけども、それはね、縁談が持ち上がってきて、仲人がいて、いきなりどこどこの娘さん会ってみない、どこどこの息子さんいい人だよって感じでお引き合わせされるんですよ。で、恋人でもないのにお見合いをして、お見合いをしたら基本的には、あとは若い者同士でって感じで、トントントンとね、祝言まで行っちゃうんですよね。そういった流れが主でした。それから当時は軍需産業っていうのが日本にありましてね、で、軍隊やそれからそれに類する軍産複合体の職場の上司が決めた男女の間っていうのは、いわゆる政略結婚っていうところが多かったんですけども、基本的に家と家が結婚するという概念だったんで、本人同士に選択権はなかったんですよね。ですんで、恋人なし、交際経験なしでいきなり結婚っていうのは、当たり前にあったわけなんですよ。じゃあそういうふうな、いわゆる強制お見合い、強制結婚もなかったらどうなってきたかってことなんですけども、これはですね、いいなずけっていう制度がありましてね、もう完全に生まれた時からいとこの何々ちゃんと結婚することが決まっていたとかね、そういうことがあったんですけども、今あまり語られてません、こういうことは。当時はそんな感じでした。じゃあそのね、間だけが異常だったのかというと、そうではなくって、今度は終戦間際です。昭和19年から20年の間にフォーカスしてみると、兵隊に出るべく男の子は14、5歳でもうね、予科練とかに行っちゃったりね、軍隊の教育を受けるわけなんですよ。で、幼年学校っていうところもあって、10歳ぐらいからもう軍人になるための学校に行ったりするわけですよ。そしてそういうところ、学校を出るとですね、すぐに戦場に赴くわけですけども、戦場に行くわずか3日前とかね、ひどい時には前日とか1週間前とかに、いきなり知りもしないような女の子に会わされて、で、そこでいわゆるね、婚姻関係を持って、で、一晩二晩共に過ごしただけで、男性は戦場に行ってもう帰ってこないみたいなこともありました。聞いたことあるんじゃないですかね。そうなるとね、確かに結婚はしたけども、交際もしたことがないと、恋人でもないのに、いきなり自分は妻子持ち、もしくは旦那持ちみたいなことになるわけですよ。当然戦争に行った旦那さん帰ってきませんから、奥さんは結婚即未亡人、もしくはね、それからしばらくして身ごもった女の子もいらっしゃって、母子家庭、そして母子家庭のまま再婚みたいなことになるわけですよね。この再婚もね、いろんな例があるんですけども、戦死した男性の弟さんと結婚するみたいなこともあるわけなんですよね。だからね、極端なように見えますけども、当時の時代背景からすると、後継ぎを作るとかね、未来の国のために子孫を絶やさないところが、最優先の全体主義でしたんで、個人的感情で好いた腫れたっていうのはあんまりなかったんですよね。その中でも特殊な例として恋愛をしていた人はいるっていう感じなんですよ。高級官僚の息子さんとか娘さんとかね、そういったところにもなるかもしれませんし、逆にですね、そういった国民の一部に含まれないような、ちょっとね、隙間で生きていらっしゃる方とかっていうのはあったかもしれません。いずれにしてもその時代に限定すると、かなり極端な恋愛関係、そういった男女関係が敷かれていたのかなと思います。
それより以前もちょっと分かりませんけども、明治大正昭和のくらいには分かりませんけども、多分江戸時代もね、私たちが思うような男女交際とか恋愛っていうのはなかったんじゃないかなと推察します。まだ調べたことはありませんけどね。それから昭和30年代が終わるぐらいまではその名残でですね、なかなか男女が10代20代で恋人がいるっていうのは珍しかったんじゃないかなと思いますよね。そう考えると最近このデータとしてね、総務省のデータで20代男性の7割に恋人がなしっていうデータを見ても、まあ不思議はないかなっていうところは私は感じるんですよ。で逆にですね、恋人を持ったりとか自由に恋愛ができたそんな世代っていうのは、まあ今のね40代50代とか、まあ一部60代とか、この間の本当限られた年代の方だけが物心ついた時に当たり前のように異性がいる環境に置かれて、小学校中学校に行くと年頃の男女の関わりがあって、そして社会人になる頃にはまあ職場恋愛っていうのがあったりとかね、合コンっていうのが始まったりとか、大学同士とかね、それから職場同士とか、なんかお見合いパーティーとかね、ネルトンベニクジラ団とかで、最近はスマホの出会いアプリとかっていうので、まあ男女のマッチングっていうのはすごく増えたんじゃないかなというふうに思います。まあでもここにね、またね、まあ昔の概念、新しい概念、どちらか分かりませんけども、スマホによって恋愛もないのに肉体関係だけは持つみたいなことも氾濫してきて、なんだかね、今日データとして20代男性の7割が恋人なしと書いてますけども、恋人はいないんだけども子供ができちゃったみたいなことはね、逆にあったのかな、 ありえたりするのかなと思ったりとかね、いろいろ考えることは様々でございます。まあでもこのテーマはね、どの切り口から見てみるかによって様々結論が変わってくるかなと。で全体的に見ると時代っていうのはこうブレがありますんでね、やっぱりこう男女交際がしにくいような環境、男女交際に寛容な時代、こういったものがうねるように入れ替わってくるのかなと思います。まあ私はね、でもね、男性がねちょっとこう憧れを失ったのかなっていう気もするんですよ。でもうちょっと言うと、こんな人になりたいっていうふうに今の40代から60代ぐらいの人が周りの人に思わせてないかなと。将来あの人みたいになりたいなっていうふうに幼い男の子や女の子に今のおじさんおばさん世代が思わせていないのかなと思うわけですよね。どうしても憧れの人っていうのが近所の誰々さんじゃなくって、テレビの向こうの誰々さんとかね、アニメに出てくる何々さんとかになっちゃってるのかなと思いますんで、ちょっとね、そういったどこの誰か分かんない人に負けないように、近所の憧れになれるようにこれからもね私も頑張っていきたいと思いますし、まあできればね、子供たちにパパみたいになりたいなというふうに思ってもらえるような背中を見せていきたいかなというところでございます。まあ私もね、これからまだいろいろ取り組んでいかないといけないところがあるときに、なんか惚れられるような男性像っていうのをね残せないかなとも思いますし、で惚れられるような女性像っていうのをね、まあ奥さんに対していろいろとね見ていきたいなとも思うところでございますね。はい、皆さんはどのようにお感じでしょうか。それでは今日も舞姫大学舞姫ラジオ楽しませてもらいました。動画概要欄に舞姫ラジオの URL を貼っておきます。いってらっしゃい。